秩父到着しました。そして隣になんと広大な敷地のレンタルカート場ですね。ピカ秩父の真横にフォレストアドベンチャーってあるんですけど、アスレチックがやべえよ。あれわかります？超本格的。ではチェックインしましょうか。はい、チェックインいたしまして、コテージに向かっております。コテージによってはかなりねフロントから遠くて、素泊まりだったら大変かも。これ食材とか飲み物を運ぶの結構大変かもしれないですね。で今回はですね、素泊まりじゃなくて夜ご飯と朝ご飯ついてます。でまたフロントの方に夜ご飯と朝ご飯夕方以降に取りに行くみたいで、今回は少し楽はできますけども、それでも水とか一応買ってるからね大変だわ。これ行くのなんだっけな、台車かなんか借りれた気がするんだけどな、分かんなかったな、どこにあるのか。では場内散策を後にして、とりあえずコテージでシャワー浴びたい。はい、こちらがですね、宿泊するコテージですね。楽天で予約したからプランが全然なかったんですよ。ちゃんとホームページから予約したらもっといろんな種類選べて、多分ねこれ楽天のやつは一番安いプランかな。焚き火もできないし、こんな感じですね。で周りがこんな同じようなのがたくさん並んでますね。虫がすごい、とにかく。はい、こちらが室内ですね。コテージ内、木のぬくもりがすごい、木の香りがする。結構ね思ってたより広くて快適なんですよね。やっぱコテージだと逃げ場があるから、この夏場でもエアコンもあるし、鏡あったな、鏡あるから反射しちゃうわ。キッチンもあるし、冷蔵庫もあるし、トイレも、トイレ綺麗かな、トイレも綺麗で、シャワーもドライヤーもあるわ、タオルもあるし、シャワーもどうだ、おうおうおお。でシャンプー、ボディソープもありそうですね。ピカ八ヶ岳の時はもっとここよりね全然安かったんですけど、アメニティとかタオルとかがなかったんですよね。だからまあどっちを選ぶかっていうのは好みになりますけど、楽ですよね全部揃ってると。よし休憩しよう。はい、こちらがコテージ案内図ですね。え、お、あ、ちょっと逆になっちゃったな。そう、焚き火ができるとこもあるんだよな。結構ね広いですね普通に。行って温泉じゃないと思いますけどね、大浴場も無料で入れます。マットは、あ、ふかふかっすね。これに、シーツをかけて寝る感じかな。一人で1枚使うのかな、まあ、2枚ぐらい使いますけどね。ピカ八ヶ岳はねベッドだったんですよね。ベッドとソファーがあったからあっちの方が楽だったな。ただまあしょうがないよね、それは部屋によって違うと思うんで。ここがバーベキューをするテラスですね。さあでは雨が降るかもしれないんで早めに場内散策してみますか。あれ、まあ、今日平日なんですけどね静かですね。これから賑わってくるのかな、どうなんでしょう。全然人がいる気配がない。それともこのコテージが単純に人気ないだけなのかわからないですけど。多分今回泊まってるキャンプ6っていうスタイルが一番多いのかな。一番お手軽に泊まれるっぽいから、それが一番多いのかな。この辺りになると大きめのコテージでハンモックもついてるな。で、焚き火台もあるわ。焚き火台もあるから、あ、ここで焚き火できるんだ。このコテージも目の前に焚き火スペースあるので、焚き火ができるんでしょうね。薪割りもあるわ。マジで貸し切り状態ですね。久しぶりだよこの感じ。森の中で緑の
香りがすごくいい。はたくさん吸収して帰りに家に持って帰る。こっちのコテージゾーンは焚き火できるな。焚き火できるゾーンにすればよかったな。楽天でなかったんだよな。あったら間違いなくこっちのコテージ選んでたな。コテージホールがありますね。広いでかい建物があって、これメインかな。また戻ってきたかな。大浴場行ってもよかったな。呪音の湯でいいのかな。呪音、これはでかい。入りに来てもよかったわ。ただね、タオル持ってきてないのと、こっからまた歩いて汗かくの嫌だなと思って、いや失敗したな。そしてこちらが、エントランスホールですね。綺麗だわ。やはりピカの建物は。売店いろんなの売ってるわ。ピカさんさすがですね。何でも揃うよここで。お土産も氷欲しいんだよな。あれ氷売ってないのかな。売ってる売ってる。1200円違うね。僕は6回です。で夜ここに、夜ご飯と朝ご飯を取りに来るみたいですね。カートあったわ。こんな立派なカートありましたよ。これであの荷物運べるみたいです。安心ですね。氷を買い忘れてしまったので氷を買いました。300円です。安いですね。お酒もね、あのレモンドーとか220円とかだった。すごい良心的な値段。一応氷はあの冷凍庫であの製氷機持ってきて作ってるけど、多分ね固まらないと思うんですよね。なので、最後に急ぎ気味に、場内を見て回って部屋に戻っちゃいます。さあこの辺は色が違うだけかな。ペット OK とかかな。なんだろう、土地が少し広めだけど、うん、わかんないな。おお、テントサイトもあるわ。ただまあ夏場はきついよね、テントで。正直ちょっと隣近い気するな。どうなんだろう、もうちょい。まあけどキャンプとかって混み合ってる時はね、こんくらいぎゅうぎゅうだけど、空いてる時はもちろんあの距離を空けてもらえるんでしょうね。さあ見終えたかな。まあ今のテントサイト、コテージの中にポツンとあるテントサイトだから、なかなか泊まる人もいなさそうだけどね。キャンプ場行っちゃった方が早いような気もしないでもないけども、もうねコテージに戻ります。このコテージが一番豪華かな。多分3棟ぐらいしかないんですよ。え、あ、ピザ窯、ピザ窯と薪があって、外にシンクもあるわ。これ一番高いやつかな、きっと。そんな気がしますね。テーブルも回るやつですよ、きっと。コテージ戻ってきまして、もう汗びっしょびしょっすね。そしてこの夏場のコテージキャンプでの醍醐味、この汗をかいた状態での昼間からのビール、これを楽しみつつですね、シャワーを浴びて仮眠を取って夜ご飯の時間を迎えたいと思います。おそらくというかね、めっちゃ長いこの動画、ほんとごめんなさい。ミューズパークと、ピカ秩父さんの施設紹介だけでめちゃめちゃ長いと思うんで、また夜ご飯編は分けてお送りしたいと思います。10分以内にね収めたくても、いつもね興奮しちゃって収まんないんでね、ほんとすいません。というわけで、夜ご飯編はまた分けてお送りしたいと思いますので、概要欄 URL より続きをご覧いただけたら嬉しいです。では一旦失礼します。バイバーイ。バーベキュー開始しました。袋に詰められてる時はパンパンというか、ぎゅうぎゅうに詰まってた。そしてこのタイミングでビールを注ぎ込みます。久々の外でのコロナビールいただきます。